マイクロソフト、チームズ障害。チームズ、世界規模で接続障害、マイクロソフト、回復し始めている。マイクロソフト、マイクロソフト、つのビジネスチャットなどができる、チームズ、チームズが7月21日午前11時頃から、接続できなかったり、エラーが出たりしています。マイクロソフトはツイッターで、ユーザーがアクセスできないという報告を受けている。 と投稿しています。日本時間13時過ぎには、Teams の機能が回復し始めている、と公表しました。Teams とは ?Teams とは、チャット、ウェブ会議、通話、ファイル共有ができるツールです。月間アクティブユーザー数は世界で2.7億人を超えるといいます。接続不具合、Teams Outlook Office 365でも、 接続障害の影響は日本に限らず欧米でも確認されています。次の時代編集部でもチームズを使おうとしたところアクセスできないメンバーがいたりチャット欄が表示されないといった不具合がありました。原因については直近のデプロイメントで内部ストレージサービスへの接続が切断されており影響が出ていると明らかにしました。 影響を軽減するよう取り組んでおり、Teams の機能が回復し始めていると公表しています。SNS では、Outlook や Office 365が利用できないという投稿も出ていました。